あ、ガッシュの話、ガッシュの話してない、本当だ本当だ、サムネに書いたのにごめんなさい。ガッシュの話、ガッシュ芸人の話をしたんですけど、楽しかったですね。大変だったよ、でもあれもアンケート取って。でもなんかこうああいうのもたまにはいいなと思いました。あんまりやったことないので、うちのチャンネルで丸々芸人的なところ楽しかったよね。ガッシュ芸人やっぱ自分が詳しいと人にね、いろいろ話聞くこともできますし、なんか第2回やってくださいみたいなファンの方からもいっぱい言ってもらったので満足です。他にもなんか今後何々芸人好きな人集めてなんかするみたいなやつやりたいんですよね。月1ぐらいで大きい企画やりたいなと個人的には思っていまして、まあ先月はツッコミ芸人があったので、その3月バージョンと思っていただけたら、まあ月1できるか分かんないんですけどね、スケジュールの関係、ゲストさんの関係とか、ふみさんのあの作業量の問題とかでできるかは分かんないんですけど、できればああいうチャンネルにいろんな人招いてやるみたいなやつ月1でやりたいんですよね。まあいろんな理由があって、まあ二次三次がとにかく人が増えているというね、もうふみさんがデビューした頃とは比べ物にならないぐらいとにかく人が多い。うん、だからみんなのこと我もよくわかんないし、ぶっちゃけるといろんな人と絡みたいっていうのがまず一つと、まああとふみさんのこともまあわかんない人がいっぱいいんだよね今。どうしても本当にふみさんってことは知ってるけど、どういうことしてる人なのかってやっぱりよくわかんないと思うんですよね。自分もわかんないぐらいだからさ、ライバーのことファンもわかんないんすよ。でふみさん以外にもやっぱり誰が何してる人なのかってよくわかってないなーって、それすごいもったいないなーって思うんだよね。せっかく増えたんだから、いろんなきっかけがあっていろいろ企画とかで絡めればいいんだろうなと思うんですけど、こういろいろ時代柄もあって、それが難しいっちゃ難しい時代なのかなーっていうのがあって、まあどうにかいろんな人といろんな共通項を持って集まって知ってもらえる、その人の意外な一面を知ってもらえるみたいな配信をまあやりたいなっていうのが本心。ニジップとかもまあそのきっかけとしては一緒なんですけど、まあ20歩は1対1でやってるんで、1対1じゃない大人数みたいなのもやりたいなーっていうので始めてはいるんですが、まあどうでしょうかね、ちょっと様子見ながらっていう感じかな。今までそんなに企画屋さんみたいなことしてこなかったんで、個人一人では企画してきたけど、人を呼んだ企画はあんましてこなかったじゃない、よく考えたら。まあでもなんか割と中堅だしなもうっていう自分も新人じゃないし、自らちょっとこう勇気出して誘ってみるターンに入ったのかなというのもあって、まあただね、想像もしてないようなことがやっぱり起きるので、大人数だと大変なことも結構あって、様子見ちゃう、これからどれぐらい続くかという感じではあるんですが、いいと思います。ありがとうございます。ふみさんのチャンネルに行けば、そういう知らない人一人でもこう知って、新人さんでも、新人さんじゃなくてもですけど、一人なんか興味ある人が増えるみたいな、なんかそんな配信が定期的にできるような、なんかチャンネルになれば、個人的には嬉しいなぁと思ってるんですが、まあどこまでやれるかわからないので、しばらくはちょっと陰ながら応援していただけたらなと思います。はい、そういうねきっかけとしての、まあ、最近のツッコミ総会だったり、合衆大好きライバーだったりがあったので、結構ねサムネイルもほら作っていただいたりとかして、結構早い段階から動いたりしてるんですよ。なのでじわじわと継続してやっていこうと思っているので、あ、大きいのが来たら、あ、大きい企画来たなと思って、週予定とかねツイッターとかで告知出たら、あ、ふみさんの今月の大きいの来たなって、ちょっとワクワクしてもらえたら嬉しいです。どんな人が
来てくれるのかなっていうのもね込みでね。